横浜銀行、横浜空港、ラジオの川崎ください。
Thank you.
フロンターレは歩んでいきます。続いて川崎フロンターレ、今シーズンのタッチフェーズをご紹介します。この言葉は終わりなき完成することのない高みをこれからもずっと目指して、一つ一つを今後も積み上げていくフロンターレの意思を表しています。クラブを支えてくださる多くの皆様と共に、満足することのない終わることのない高みをどこまでも目指したい。まずはリーグ3連覇、前人未到の4冠、そしてどんな時でも驚きが常に満員になるほど、川崎フロンターレが川崎市民の皆様にとってかけがえのない存在になることを目指して、2019シーズンも挑戦していきます。ここで嬉しいお知らせがございます。6月1日からフランスにて開催されます第47回中ロ国際大会に臨む U22 日本代表メンバーに田中碧選手が選出されました。また国鉄指定選手であり来季の加入が内定している筑波大学の伊藤薫選手と、順天堂大学の旗手怜央選手も選出されております。名古屋グランパスから相馬勇紀選手も選出されております。